はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴスターウォーズカイロレンズコマンドシャトルです。スターウォーズエピソード7フォースの核戦に出てくるカイロレン、うん、あれの、専用のシャトルですね。うん、はい、予告編でもねたびたび出てきててすごいかっこいい船なんだけど、うん、飛んでる時はこう Y 字に飛ぶんだよね。うん、はい、で着陸する時にこう何こう縮まるこの形になる。ちょっとね今回ねすごい大きなセットなので結構時間かかるかもしれないですけど、はい、作っていきましょう。はい、はい、まずミニフィグから紹介していきましょうか。はい、まずこちらがファーストオーダーオフィサーだね。うん、これは女性ですね。うん、今回ねあの帝国軍と違ってファーストオーダーって結構女性がいるよね。うん、ストームトルーパーにも女性がいますね。うん、まあ、キャプテンファズマ女性だからね。あ、そうだね。うん、こちらがジェネラルハックス、ハックス将軍だね。うん、これは劇中でもよく出てきましたね。はい、はい、この人は武器は持ってないですね。うん、あとこのもみあげみたいなこの横の髪、うん、金髪が特徴的ですね。うん、はい、そしてこちらがカイロレンですね。うん、カイロレンは、2種類顔がありまして、うん、まずこれがねフードかぶってる状態、はいはい、でフードを取ってこれまたかちゃっとそうマスクをねさらにかぶせて、うん、この本来のカイロレンっぽさ、うん、これが出ますね。うん、ちゃんと十字のライトセーバー持ってます。うん、ちなみにちゃんとこの破けたマントありますね。うんうん、はい、かっこいい。次がファーストオーダーストームトルーパーですね。うん、これはなかなかいいね。うん、レゴンの歴代のトルーパー系を集めてみましたけども、まずこれがクローントルーパーでしょ。うん、これが初代ストームトルーパー、はい、そしてこれがファーストオーダーストームトルーパーだね。うん、パパは今回のファーストオーダーの方が結構好きかな。そうだね。うん、この真ん中のね初代ストームトルーパー本当にねヒゲみたいだからここはね。はい、そして最後にこちらがファーストオーダークルーですね。はい、これは前回のタイファイター、うん、でもう出てきたやつだね。うん、もうまるっきり前が見えなくて大丈夫かって心配になるようなヘルメットだけどね。うん、はい、はい、そしてこちらが完成したカイロレンのシャトルですね。はい、すごいかっこいいね。うん、そしてでかい、うん、でかい。はい、ねこれ、ここの部分がこう縦に出るようになってまして、うん、これが本来飛んでる時の姿だね。うん、はい、ただ劇中とか予告編であったようなこの Y 字に開く、うん、このギミックはないですね。うん、残念。そこがねかっこいいのよこのシャトル。うん、この状態で立つのかな。なんか立つ。お、立った。立つ。ちょっと怖いけどね。うん、ゴゴー。着陸させる時はこういう風にね足を曲げた方が無難ですね。うん、はい、この部分が開くようになってます。こう開きます。この操縦席にファーストオーダークルーがいて操縦してますね。で後ろにももう一人いて、でファーストオーダーストームトルーパーで一番後ろにカイロレンが座ってます。はい、もうね、後ろ側も開けられるんだ。ここね、いるかな、ここ、ここ本当だ、開いた。こっち側でカイロレンとか乗せる感じかな、後ろの人をね。そして、下がですね開くようになっておりますね。はい、ここに赤いレバーがあって、これをこう引くとこうエレベーターが出てくると、うん、なんかクラストムトルーパー出てきて攻撃しに行くと、うん、ここにですねおなじみのスプリングローデッドシューター、うん、これがありますね。この横にですね穴が開いてるので、ここから撃つと開いた。いた。もう一個こっちにもありますね。うん、もう一発ね、キューン。先ほどその Y 字に開くことができないって言ったんですけども、はい、このレゴスターウォーズの方では、うん、劇中内ですねもう一つギミックがありまして、それがですねこのレバーをくるっと回転させることで、うん、この羽をですね畳むことができるんですね。おこれでね結構スムーズに回転できる。スムーズ回転ね。うん、だからこれちょっとでかすぎるなと思ったんだけど、ここまで縮まればまあいいかなという気もしなくもないですね。はい、はい、ということで今回はレゴスターウォーズのカイロレンのシャトルでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、レゴスターウォーズ今年やるのはこれが最後ですね。はい当たり前か、12月30日なんですね。はい、
そしてですね、これ作ってる時にすごい楽しかったとか、映画の音楽を頭の中に流してずっと作ってたからね、すごい楽しく作れましたね。レジン君もミニフィグだけは手伝ってくれましたね。はい、こういうやつね。そうはい、ということで今日の動画はですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、そしてコメントをいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ゴー、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。